前の、奪い返した。ここは強さが出ますよね。前の中を見て藤本、愛媛先制。決めたのは背番号19番藤本、今シーズン3得点目を決めました。非常にいいインターセプトですよね。はい、入れてボールを奪って、ここの不用意なパス、ファーストタッチが内側に入ったところですから、はい、それはあの今ファールアピールしてますけど、ファールではないですよね。そこを斜めにうまくニアサイド入りましたね、はい、そして最後は大野の股の間にボールが、これはね、でもゴールキーパー攻める、はい、わけがいかない、このパスの質ですよね。もう少しニアサイド切りたかったですけどね、はい。